どうも、複雑ドーパミンのアルカディアです。絶賛寝起きです。はい、というわけなんで今回は2020年大注目のビジュアル系バンドを聞いていこうのコーナー2段目。この前ね、調べた、記事をもとに、この前聞いたのが、モリエというバンドを聞きましたね。今回聞く、2020年大注目のビジュアル系バンドはですね、アッシュメイズというバンドを聞いていこうと思います。2019年10月の始動ライブをソールドアウトさせたということでね、灰色を意味するアッシュと、メイロを意味するメイズから、白にも黒にもなれない、はぐれ者の入り組んだ苦悩をコンセプトに、ラウドオルタナティブロックを混ぜた楽曲で苦悩に切り込んでいます。YouTube 公式チャンネルにて公開されるパート5元の演奏動画を必見。2020年5月に、ジルコ東京でのワンマンライブを控えていると。なるほどなるほど。早速聞いていこうかなと思いますね。僕としては、カゲロウの錯覚っていう曲が、公式でアップされてるので、それを聞いていこうかなと思いますね。めちゃめちゃいいっすね。めちゃめちゃいい。マジでめちゃめちゃいいね。アッシュメイズ、カゲロウの錯覚聞きましたけども。結構ね、激しいんですよね。曲自体は。ギターサウンドとかギャッギャッギャッって言ってるんですけど、だけど、どこか綺麗で、どこか儚げというか、なんかちょっと切ない感じもあって、この二つがこう、合わさっててすごいいいなっていうか、っていう風に思ったのと、結構ボーカルの方の声が特徴的で、あんまり聞いたことない声してますね。で、歌い方はね、こう、うわっみたいな部分とかもあって、そこはね、めちゃくちゃ俺的に好きでしたね。ちょっと力む感じで、歌うところとかもあって、そこすごい好きっすね。で、ギターソロがすごいテクニカルで、しかもめちゃくちゃ綺麗だし、すごいかっけえなって思いましたね。その、ギターソロの後に、ベースのスラップソロが来るんですけど、これもめちゃくちゃかっこいいっていうか、一作目なのかなってぐらいのやっぱクオリティというか、演奏力がシンプルに高いんでしょうね。もうこの音源聞いた感じでもその感じがわかりましたね。いや、でもこのバンドもいいですね。マジで前回聞いたヌルエもめちゃくちゃ良かったんです。このバンドも注目していこうかなと思いますね。いやでもめちゃくちゃいいっすよ。アッシュメイズ知らない人はもしよかったらちょっと聞いてみてください。もう名前からしてもかっこいいですけどね。もうこう見た目としても。記事の方もリンク概要欄に貼りますので、もしよかったらそっちを見てみてください。俺が紹介した落書きとか、マザーとか、あと大御所版のヒーローとかも紹介されてますので。はい。というわけで、こんなところでお別れしましょう。じゃあ、